省庁がその核ごみの受け入れの申請をしたのはですね、地方自治法違反だと言ってたところです。これは裁判に訴えることが可能ですね。要するに地方議会、町議会の議決を経ずに自分が勝手に単独でですね、ニューモかな、ニューモに調査受け入れの申し出をしたと。それがもう地方自治法に違反してるっていうですね、そういう話をしていました。そこが一番重要なとこなんで、それは私も気がつかなかったので書いていませんので、まあ、今日またですね、13日にあった核ごみの、その対政府会合の報告をもう間もなく発信するんですけど、そこに書いてきますので、そこにまた先ほどのデモクラシータイムズの横田さん の、 講演というかですね、インタビュー の、 その動画も載せておきますので、お帰りになったらぜひご覧ください。で、今日もまたちょっと3冊ばかりご紹介しますね。で、一つがですね、岩波新書で環境アセスメント、環境アセスメントは何かっていう本です。私もこれ偶然に見つけてですね、読み終わりましたけど、すごくいい本です。これで実は私はあんまり環境法について詳しくないのでですね、これから勉強したいなと思っていて、まあ、これが手頃だからちょっと買ってみたんですが、お書きになったのはですね、原科幸彦さんという方で、もう70歳の中頃ぐらいの先生ですね。で、可能ならばお呼びしようかなと思っているところです。それで、まあ、一番のポイントはですね、日本の環境アセスメントって、まあ、世界のいわゆる先進国の中では最低レベルで、何が最低レベルかというとですね、まず範囲、アセスメントにかける範囲がですね、狭すぎて、大きな事業以外は範囲、その対象にしないってなって、これ法律でうだっちゃってるんですよ。それから2つ目はですね、事業がやるということが決まって、場所も決まってですね、具体的なところまで決まった後にアセスをかけるので、アセスメントじゃなくてアワスメントになっちゃってるっていう、その2点がですね、決定的によろしくないところなんですね。で、その辺の事情を詳しくお書きになっていて、これからの時代はですね、まず日本は世界に追いつきなさいと。で、実はですね、日本のJICA とかですね、それから国際協力銀行とかですね、そういう海外業務をやっている日本の組織はですね、いわゆるその国際レベルの環境アセスメントのですね、プログラムをちゃんと持ってるんです。だから海外でやるときは、そのいわゆる世界の標準に合わせてやっているのにですね、日本の国内の事業についてのみ、その環境アセスメントをきちんとやらないというですね、このとんでもない状態になっていると。私これを読んでですね、それを初めて知りましてですね、皆さんにもぜひお勧めをしたいというふうに思います。それから2つ目はですね、まあ、ここにも来ていただいたことがあります、安田節子さんの新刊書ですね、食卓の危機と書いてあります。遺伝子組み換えと農薬汚染ということでですね、最近お出しになられたみたいですね。出版社は三和書館というふうになっておりますので、安田さん の著書は非常に定評がありましてですね、内容も具体的で、分かりやすくてですね、迫力のある本だと思います。お勧めしております。私もこれから読むつもりですからね。それから最後にですね、漫画で恐縮なんですが、カムイ伝、皆さん読まれたことありますよね。カムイ伝、年配の方はご存じだと思いますが、私も大昔に読んだんですけど、もう一回 また読み直そうかなと思って、これ全部でですね40巻近くあるんですよね。第1部20巻と第2部20巻ぐらいあります。で、カムイ外伝とかいうのもあるんですけど、まあ、これカムイ伝の第1部のこれは4巻目ですかね。なかなか面白いです。いわゆる名作漫画、日本にある漫画の中で、まあ、手塚治虫さんの漫画とこの白津三平さんのカムイ伝というのはやっぱり双璧をなしている名作漫画だというふうに思いますね。それで、悲しいからここに、悲しいからですね、ここに出てくるですね、江戸時代の農民たちの姿、生き様がですね、現代の日本人とよく似てるなというふうに私なんかは感じるんですね。だからぜひ、まあ、お読みになってみてください。漫画ですからね。それではですね、で、前回ですね、すいません、まあ、日本の司法裁判所、検察がなってないので、
まあ、これをなんとかですねまともなものにするにはどうすればいいのかって話を始めました。それで、まあ、前回言ったところの続きからやりたいなっていうふうに思いますが、ちょっとだけですね前回のおさらいとそれから黒板に書いたことをですねちょこちょこっとだけ言ってですね、でこれ前回も書いたんですけどお話できなかったんですが、上野千鶴子さんが面白いこと言ってるのでこれ書いてきました。日本学術会議今大騒ぎになってますよね。それで上野さんは何て言ったかというとですね、日本学術会議の学術取ったら日本会議だと、こういうふうに上野さん言ってます。あ、まあ、うまいこと言うもんだなと私は思いました。で私はどういうふうに言ってるかというと、ヘタレウシのようなですね梶会長でしたっけ、梶田高弘だったかな、ヘタレ牛みたいな会長ね、菅と面会しているのにですね、自分たちの選んだ6人のその、まあ、なんていうか除外についてですね、言及することなくのこのこと出てきたというですね、あの調子ですよね。それで私が問題だと思っているのはですね、6人の方々じゃなくて残り99人何やってんだという話なんですよね。で滝川事件の頃を思い出してほしいんですけど、あの時は滝川先生がですね時の文部省鳩山一郎からですね、大学を追い出されるようなことになった。その時にですね京都大学の法学部は全教授が辞任したんですよ。講義の辞任をしたんです、大学をですよ。ところが今回はですねこれ学術会議ですからね、大学の教授辞めるって話じゃないですよね。でしかもあれは高井事件って1933年ですけど、あの時はもうすでにですね治安維持法があって、日本の軍国主義による国内のですね思想弾圧がもう行われていた、大量のその検挙者が出ているような、そんな時期にですよ、で法学部の全教授が一致団結をして時の文部省に対してですねノーと言うと。そして私はテレビで見ましたけど、その時の法学部、京都大学法学部の学生たちもですね全員学校を退学しちゃったんですよ、自分で。それぐらい激しい抵抗をしたのがですね滝川事件なんですが、今回見てくださいよ、残りの99人何やってんだと、なんでお前たちも一緒に6人と一緒に私たちは一旦辞任するというふうに言わないのかと私なんか強く思うわけですよ。学校やめてくれって言ってんじゃないですよ、学術会議に政治権力が介入をして自分たちの気に入らない先生をですね退けようとしてるわけですから、それに対して対抗するんであればですね、その選ばれた99人も含め全員の105人でもってですね辞任することによって抗議をしなきゃいけないんじゃないですか。何やっとんだっていう話です。なのであんたたちも会議の名前変えて日本処世術会議というふうに変えたらいかがですかというのが私が書いたコメントですね。まあそんな それを昨日前回ちょっと言えませんでした。それからですね、前回日本国憲法を見ていただいたんですが、これのですね79、80条のところでちょっと言い忘れてるんですよ。これで79条、80条というのはこの辺なんですけど、これ何を書いてあるかというと、裁判所、79は最高裁判所の裁判官の任命の仕方なんです。それから80条は下級裁判所、地裁高裁の裁判官の任命の仕方なんです。でこの書きぶりはですね、日本学術会議の委員を選ぶ委員の選び方の書きぶりと全く同じなんですよ。全く同じ。例えば下級裁判所なんか見ると、裁判所が指名した名簿によって内閣が任命しなさいと書いてあるわけ。これ学術会議と同じなんですよ。ところがですよ、学術会議でやっている政治的な介入をですねやっぱりここでもやっていたと。それがですねお手元の2枚目のですね毎日新聞の記事、最近載ったんですけど、見て私も驚きましたけど、こういうことをやっておると。これですね、この記事入ってますでしょ。11月13日、最高裁でも人事圧力、前政権複数人示せってやつですね。こういうことやっておられます。これね、重大なるですね憲法違反です。これも日本国憲法というのはですね三権分立の思想がぎしっとこう入ってますからね。だから
内閣は裁判所に対してですね、できないことっていうのがあるんであって、こういうことはですね、まかりならんって話なんですよ。ところが、これどうも記事読んでるとですね、なあなあでやっとるなあと、最高裁と内閣、まあ内閣っていうのは時の首相と一緒ですから、安倍政権ですね、なあなあでやっとんじゃないかなって印象を受けました、これ読んだ時ね。だからもう学術会議どころの話じゃないんですよ。わかりますよね。つまり日本はですね、安倍政権になってからなって以降、首相官邸を頂点とするですね、政治的な独裁体制を作ろうと着々と進んでいるというふうにですね、思った方がいいと思いますよ。これも一つです。司法を抑える、司法をですね、首相官邸が抑えていくっていうのはですね、もう極めて危険な兆候だと、これ重大記事だというふうに思いますので、一応添付しておきましたね。それがここです。全く同じそっくりですねということなんですね。それから、前回言及しなかったんですけど、憲法裁判所っていうのがあるんですね。で、私のですねメニューの中には憲法裁判所が入っていません。後で見ていただく改革メニューの中に憲法裁判所入っていないんです。で、それはなぜか。憲法裁判所があるのはですね、有名なところではドイツ、それからお隣の韓国にも確か憲法裁判所あると思います。で、私はですね、憲法裁判所の設置については時期尚早だというふうに思っています。それはなぜかというとですね、今の最高裁の以下ですね、今存在している日本の司法裁判所のありようを考えれば、こんな裁判所を作ったらですね、憲法に違反していると言って、その訴えたものは全て合憲だと言われ、で、合憲でやってきているものはこれはろくでもないやつから起訴されると、いやそれ違憲だからやめろというふうにですね、やられる。要するに憲法裁判所じゃなくて反憲法裁判所になってしまうから、こんなものはですね、今の段階では作るわけいかない。そういう意味で私のメニューの中には憲法裁判所は入っていません。私はこれもうずいぶん前に考え方を変えました。それで日本はですね、私もよく言ってるんですけど、お気楽リベラルが多すぎるんです。お気楽リベラル、お気楽リベラルって分かりますかね。お気楽リベラルの一番の典型はですね、いわゆる外国人政策です。で、日本をですね、これからは開かれた移民の国にするんだとかなんとか言ってるわけですよ。お気楽リベラル連中、野党にもいるでしょう、国民民主党あたりに。そんなことを言うならですね、戦後75年間ですね、差別と選別と抑圧に苦しめられてきたですね、在日の人たちをですね、きちっとしてから言えと。あるいは今外国の方が日本に来られてますけども、あの外国人研修制度一体何なんだと、そういうものを廃止してからそういうことを言えよと。今分かりますかね。机の上で理想的なことを頭に浮かべて、こうしたらいいとかああしたらいいとか言ってるような、本当にですね、根の浅い口先リベラルみたいなやつが多くてですね、そういうのにですね、振り回されないようにしなきゃいけない。もっときちっと考えなきゃいけない。現実はどうなってるのかということなんです。これダメですから。こんなものを作ったらですね、逆噴射になりますからね。こういうのはですね、もうずっと先、日本の司法をちゃんとしてから作るという、そういうことが重要だということです。それからこれもですね、3番目の裁判の進め方についても私のメニューの中に書き損じたというか、書き落としてしまいました。で、2つあってですね、裁判の進め方について問題だと思っているのはですね、一つはですね、口頭弁論主義というのがですね、ないがしろにされているんです。これまあどっかにメモっといていただければと思います。口頭弁論主義で、口頭弁論主義というのは何かというとですね、裁判の後半において原告と被告がですね、口頭で弁論をしなさいよと、それが一番重要視される裁判でのプロシージャーですよというのがですね、口頭弁論主義なんです。でも皆さん、その裁判見に行かれてですね、こういうことをやってるのをご覧になったことありますか？口頭弁論なんかやってませんよ。やってない。ある程度やってるのはですね、原告側、つまりその被告を責める側がですね、申し立てをしてその論述をしている。で、それはですね、裁判官と被告、まあ国とかですね、東電が多いんですけど、原発の場合なんかはね、黙ってじーっと我慢して聞いてるだけと。で、その原告のですね、論述が終わると、はい、裁判終わりと、こうなんだ。全くやり取りないわけですよ、被告と原告と被告との間。つまり口頭弁論主義っていうのはですね、完璧にないがしろにされてるわけです。
こんな裁判があるかって話です、私から言わせると。それでひどいようになるとですね、裁判官自らが原告と被告とですね、相手にですね、事務打ち合わせやってるんですよ。その証拠なんとか、なんとかはいつ出していただけますか、その論述書はいつこっちに送ってもらえますかっていうことをやってるんです。後半ですよ、後半で。私は本当によっぽどね、自分の座席からどなたのかと思うわけですよ。そんなことはお前らで電話でやっとけと、何やってんだって言ってやろうかって思う、もう何度も思いましたけど、ね、つまり日本の裁判というのはですね、裁判になってない、口頭弁論主義は全くないが示されていて裁判になっていないので、これをですね、きちっとやらせるためには法律でもう定めるしかないと思います、訴訟法で。これがまず一つ。それからもう一つは、これは私は詳しくないんですけど、今からもう10年以上前ですけど、刑事訴訟法と民事訴訟法の訴訟法の内容が変わってですね、なんかですね、最初にお互いが証拠をバーッと出してですね、そしてその、まあ、進行協議というかどうか知りませんが、その裁判の進め方をですね、そこで協議したらですね、それ以上のことはですね、もうそれ以降に出してもですね、裁判官が認めない、新しい証拠を持ち出してきても認めないっていうのは、そういうルールにしちゃったような文章を見たことがあります。それまずいでしょう、それまずいと思いますよ。それ特に刑事裁判の時はまずくて、そんなことやってると冤罪を作っちゃいますよね。だからここはちょっとですね、この訴訟法が改悪されていてですね、裁判の進め方が非常に歪んだですね、事務的に歪んだ形に改悪されている可能性があってですね、これ要注意だということです。もし具体的に分かったらまた次回でもお話ししたいというふうに思います。前回ですね、ちょっと言いそびれて言ったのはですね、大体そんなところですね。それからお手元の新聞記事ですね、もう一つ東京新聞が2つ入ってたと思いますので、それもちょっと見ていただけますか。それでこれはですね、非正規の方のですね、処遇をめぐる記事で、2つ方向としては相反してるわけです。で、先に出たのがこっちじゃないかな、非正規の賞与と退職金は認めませんという、そういう判決を出した。これ最高裁ですよ。それでその後ですね、今度はこっち、非正規待遇の格差、不合理だということでですね、こっちはですね、原告の訴えを認めたんです。で、簡単に言うとですね、最初を見ていただいた方はですね、あれは本給と賞与ボーナスについては格差は認めるぞという判決なんですよ。で、こっちは日本郵便ですけど、こちらはですね、手当、いろんな手当ありますよね、こう、なんとか手当とか、その手当についてはですね、格差は認めないと、そういう判決を出したんです。で、これはですね、こちらが評価されて、最初の方の認めないってあった方が評価されてないっていう形になってますが、私から言わせると、これは一体で考えなきゃいけない。で、一体で考えて全部否定しないといけない。なぜか、それはここで最高裁が認めたこのいろんな手当のですね、正社員と非正社員との間にこの扶養手当とかですね、特別休暇とかがないとかいう、こういう手当の格差というのはですね、これは最高裁がダメだと言ったから、これ今後はですね、ダメになるんですけれど、おそらくですね、次々と廃止されていくと思います。で、次々と廃止されていって、どうなるかというとですね、賞与の中に入っていくんですよ。わかりますか。要するにこういう判決を出してですね、あたかもですね、半分は働く者の味方であるような顔をした最高裁の本音は、ここでやったらダメだから本給と賞与でやれよと言ってるんですよ。最高裁がですよ、判決で。本当にひどいなと思いましたけど、なので、私はもう怒ってるんですけどね、この最高裁の判決を打ち消すような法律を国会で制定するしかありません。で、野党がですね、なんか同一労働同一賃金の法律とかいうのを学会に提出したって記事があってですね、私もちゃんと見てないんですけれど、こういうことを言ってるかどうかですね、確認しないといけないなと思ってるところなんです。
これをもう判決出ちゃったからね、訴えてももうこれダメなので、最高裁だから、だから法律で正規と非正規の間で賞与並びに退職金の差というものは認めないという法律を作らなきゃいけないと、同一労働同一賃金法というのをですね、強制法規としてやらないといかんということなんです。それで、その同一労働同一賃金についてちょっとだけ言っときますとですね、これ竹野文子さんが詳しいんですけれど、その何が同一であり何が同一賃金なのかっていうのをですね、きちんと定義をしないといけませんから、情緒的なやつはみんなダメ。同一労働同一賃金をきちっとやるためには、それをですね、第三者が誰が見てもそうだという形で定義をして、同一っていうふうに決めるルールを作らなきゃいけない。でこれはですね、 ILO がそういうルールをもう提案して世界に提示してますので、それを採用していくしかないわけです。そういうことを野党がやっているかどうかです、問題はですね。ちょっとそこまで私ちょっと調べてみてないな、まあ、てな話で、これもひどい判決の一つだということです。だから先ほど見ていただいた手当のですね、格差は認めないなんていうですね、一見リベラルなような判決は、あれはですね、実に巧みなですね、嘘八百の判決で、まあなんていうんですかね、国民をですね、裏切るような判決の片割れだというふうに見ておいた方がいいと私は思っているということです。私のような頭が悪いやつでもそれくらいのことは思いつくわけですから、最高裁のようなですね、最高の頭脳を持った方々がそういうことを知らないわけがないんですよ。お話の本筋に入っていきますが、これがですね、前回やった時の司法改革のいくつ5つのポイントってやったやつです。1枚目の右側の方につけておきましたけど、同じことは繰り返しませんが、ポイントはこれですね。これ1がポイントなんです。1がポイント、でこれ何かというと、裁判官が善良なる個人として機能できるように、それは言い換えると、裁判官が最高裁を頂点とするヒエラルキーの組織の中でキャリア官僚としての裁判官の機能を果たすのではなくて、善良なる個人としての機能が果たせるような制度や仕組みを作るということが極めて重要だということなんです。裁判官にいくら倫理や道徳を訴えても、裁判官も人ですからね。ですからできない。その仕組みを作らない限り、日本の司法裁判所は変わらないというふうに思っていただいた方がいいと思います。それが1なんですね。まあ、2、3、4も前回説明してますので、一応前回のやつはですね、私のブログに載せておきました。これです。報告 11.12 その1で載せてありますので、資料と VTR も全部入ってますので、これでご確認をしておいてください。それでですね、そうか、それでまあちょっとだけ簡単に言っておきますとですね、民主的なもう2と3と C っていうのは別に裁判所に限らないんですけど、民主的なフィードバック制度って何かっていうとですね、これは具体的にはですね、リコール、弾劾、国会による裁判官弾劾、それから国民審査、最高裁判事の国民審査、一応その3つがですね、フィードバックの機能、国民からですね、裁判所裁判官に対して、何らかのですね、意思表示ができるですね、制度ですね。それでその中でも最も重要なのがですね、憲法で謳われている最高裁判事の国民審査です。それで国民審査というのはですね、もう現状では裁判官一人一人がですね、適正か適格かを決めるような仕組みになっていません。いませんから、あれはですね、もう国民が今の日本の裁判所や司法をですね、いいと思うのか悪いと思うのかどちらなのかと、そのイエスかノーかを問われているというふうに思っていただいて、次回の衆議院選挙の時には全員に罰をつけていただきたいと。それで、前回も言いましたけど、白票で出すと丸になりますので、罰をつける、その罰がですね、罰をつける数がですね、今せいぜい200万ぐらいしかいってないわけですね。これが2000万ぐらいになってくるとですね、
裁判所もですね、顔色が変わってきますから、ぜひとも口コミででも何でもいいですから広めていただいて、とにかく現状の日本のですね、裁判所司法がなってないのでですね、その国民審査において全裁判官に罰をつけるというですね、この一大国民運動をですね、お作りいただきたいというふうに思います。それから3番目はですね、有権者国民の参加なんですが、この参加もですね、2000年以降ですね、2つ仕組みが出来上がっていて、1つが裁判員制度、もう1つが検察審査会です。でこれはまあ後で見ていただきますけど、両方とも機能強化していく必要があるということですね。それからあと体制のところ、ここですか、裁判の情報公開のところは前回やりましたのでご覧になってください。裁判だけじゃなくて裁判所、裁判情報といったものもセットでですね、公開し文書管理する必要がありますということですね。それで最後体制のところはそこに書いてあるとおりですね。これが意外と重要なんです。補助者、いわゆる裁判官の補助者というのは非常に重要で、実はあの最高裁ってたった十数名しかいないんでしょ。そこにですね、地裁高裁からダーッとものすごい数のですね、裁判事件が上がってくるわけですけど、あれはですね、最高裁の判事が一つ一つ自分がやってるんじゃないんですよ。あの下にですね、補助者、補助事務官がいて、その補助事務官が一つ一つ判決文とか書いていて、それをその最高裁の判事が説明を受けてざっと見て、あ、これでいいとか悪いとかやってるんです。なので、裁判所がこうその高裁、最高裁と行くほどですね、この補助者の役割っていうのが非常に重要になってくるということですね。ということです、はい。それで今日の本題にちょっと入っていきたいと思いますので、ここもちょっとまあ見といていただければなと思いますね。それでそうですね、あの皆さんいきなり裁判所とか司法がダメだとか言われてもですね、ピンとこないという方もいらっしゃると思うので、一応ちょっとですね、私のブログでどんな判決が出てるのかざーっと見ていただけるようにここでしておきました。これも私のブログに載せてあります。全員安倍留裁判官の最高裁以下、日本の裁判所に生息する腐ったヒラメ裁判官が下したヘドロ判決の陳述罪と、まあ、なんか凄まじい形容詞が並んでるんですけど、まあ、それくらいひどい判決です。でちょっと具体的にですね、ザザザザッとこう見ていただこうかなと。そうしないと実感わかないですからね。これ関博さんというですね、元裁判官が書いた絶望の裁判所という本が講談社から出てます。これぜひお読みになってください。なかなか面白いですよ。これ現場知ってる人が書いてますからね、面白いです。それでどんなひどい判決を出したのかと、ここからです。上の2つは先ほどご説明した東京新聞の記事ですが、3つ目、水俣病福岡高裁、水俣病の認定をしてもらいたいと言って申請した人を却下したというのが3番目です。もう水俣病があってから何年経ちました。1970年の初頭ぐらいに勝訴しましたよね。あの後皆さん経緯ご存知かな。簡単に言うとですね、勝訴したんでたくさんの人が水俣病の認定を求めることになるでしょ。なので厚生労働省がそれを食い止めるために認定基準をですね、ものすごくきつくしたわけです。なので今現在に至るもですね、数千人ぐらいしか認定を受けてないんじゃないですかね。だからでしかもあの水俣については実態調査も何にもやってませんからね。ひどい話なんですけど、それを裁判所が追認をするんですよ。こうやって判決で本当に許せんなと、バットでぶん殴ってやろうかと思うぐらい腹が立つわけです。こんな見てるとね。これが3番目。それから4番目、これもひどいでしょ。強制不妊、賠償を認めず。強制不妊ってご存知でしょうね。1950年代60年代優生保護法でですね、自分の意図に反してですね、強制で手術で不妊させられてる人がいっぱいいるわけですよね。テレビでもやってましたけど、賠償を認めないんですよ。どうなってんのかと思うんですけど、これが4番目ね。5番目、暴行をプロレスごっこにすり替える司法の罪、佐賀鳥栖いじめ事件の奈落って書いて、これ斎藤孝夫さんが書いてあるんですよ。これ私読みましたけど、ひどい、ひ
人です、これ。それから、これはなかなかちょっと分かりにくいでしょ。撮影署名トリミング、天才は権利侵害とか言ってるんですけど、これなんか写真をですね、なんかのことに使ったら、それ著作権侵害だと言われたと。だけど、こんな判決を最高裁が出すとですね、その後、ものすごくその著作活動とかですね、言論表現活動がしにくくなるんですよ。中身は見てください、このサイトをね。それから、朝鮮学校補助。朝鮮学校に対する差別的待遇については合理的だと。裁判所が判決を出す。先ほど私が言いましたよね、お気楽リベラル。何が開かれた移民国家だと。そんなことを言うんだったらですね、これなんとかしろよって話です、これ。7番目のようなこういう判決を出してるじゃないかと、日本の裁判所が。こんなものをほったらかしてですね、何が開かれた移民社会だと。ふざけんじゃねっていう、私なんか思うわけですね。これ70何年も続いてるんですよ、この7番目はね。それから、廃棄される訴訟記録、これも私情報公開の時に前回言いましたけど、大事なですね、日本の国をその左右するような大事なですね、裁判の記録がですね、廃棄されていると、信じがたいですよね。これはそれがその記事です。それからまあこれはいいですけど、あと下へちょっといきますよ。ここでだいぶ前に沢藤さんに裁判のお話していただいてますので、それも載せてあります。それからこれ直近で私が見た最悪判決3つっていうのをここ挙げたんです。まあ、1つが東電の刑事裁判ですけど、これね、東電の刑事裁判が1つなんですけど、もうあと2つ何か。1つはですね、橋本徹がですね、岩上さんのツイッターのあれは何て言うんでしたっけ、リツイートって言うんですっけ、リツイートをちょこっとやってすぐ消したんですけど、それをですねスラップ訴訟をかけたんです。そしたらですね、普通だったら当然ながら橋本の方の申し立てを却下するんですけれど、逆やってるわけですよ。これ山上さんの方が敗訴しちゃってるんですよ。こんなことをしたらですよ、これ本当にですね、後々言論活動がですね不自由になっていきますよ、このなおの認めてるようだと。それからもう一つ、これもこっちもひどい、元国立市長の上原弘子さん、これも皆さんご存知ですよね。これまあ紆余曲折していろいろあったんですけど、最終的にはですね、ろくでもない野郎がですね、上原さんに対してスラップ訴訟をかけて、国立市に対してですね、明和辞書に払った数千万円を返せっていう訴訟をかけたわけです。ところが明和辞書の方はですね、もうそんな訴訟が起こる遠の昔にそれは国立市に寄付して返してるんですよ。にもかかわらず、もうまるでですね、上原さんを嫌がらせ、いじめてやるためにですね、訴訟をして、まあ、まさにスラップ訴訟そのものなのにですね、認めてるんですよ、そのスラップを。この裁判所が信じがたいでしょ。だからこんなことをやったらですね、こんなことをやったらもうその首長と言われている知事も市長もですね、自分の裁量で何もできなくなりますよ、こんなことやられたら。要するにその地方行政の自由度がですね、これが判例になるんですよ。これがですね、判例になっちゃうから、世の中にちょっと異議を申し立てるような形の例えば町づくり条例とかですね、そうできなくなるわけですよ。これ分かりましたね。重大になる。この3番目の判例なんていうのはですね、上原さんに対するこの嫌がらせ判決の追認判決というのはですね、極めて重大なですね結果を及ぼしているということなんです。なのでこういうやつはですね、法律でひっくり返すしかないです。もうこれ最高裁まで行ってたと思いましたよ。これ確か最高裁は上告したやつを却下しちゃったんですよね。高裁でもって上原さんに払えたって判決出して、それを上告したんだけど却下して落としちゃったから、これ確定しちゃってるんですよね。だからこれ重大なる大問題判決なんで、これひっくり返さないといけない、法律でってな話。これやってるとですね、時間がなくなっちゃうんですけど、あとずっと見ていただいて、この下の方ですね、原発の差し止め訴訟とかいうのは、まあ、ほとんどダメですね、今もね。事故直後はちょこちょこっと出てましたけど、もうほとんどダメになってます。それから優生保護法の賠償請求企画、それからここですね、臨時国会召集せず不利益だったと言って賠償した国会議員、これまさに憲法違反です。
国会の4分の1の国会議員がですね、国会召集しろと言ったらすぐに召集しなきゃいかんのをずっと何ヶ月も召集しなかったんですよ、安倍がね。なのでそれを訴えたんですよね。これ敗訴してるんですよ。憲法判断しない、逃げる。それから選挙供託金、これまあ宇都宮さんやってましたけど、選挙供託金べらぼうに高いわけですよ。に国民の参政権の妨害条項です。あれ数百万もかかるわけですから。だから供託金をですね、海外並みに下げろというですね、訴えを起こしましたが、最高裁まで行って敗訴ってな話で、もうちょっと下いっぱいあるので、あと私のこのブログご覧になってください。寝る前に見ると眠れなくなりますから適当な時に言って、ね、はい、で今日はですね、ちょっと続きをやっていきたいと思いますので、これですね。で前回ですね、ここまで行ったんです。4番目まで行ったんですね。4番目、だから今日は5番目からです。5番目から行きたいと思います。で4番目についてはまあそこ書いてあるように、これはフィードバック機能、国民の参加なんです、裁判に対する参加なんですけど、その裁判員制度というのはですね、そのもう刑事事件なんかでするなよと。刑事事件でやったらどうなるかというとですね、ものすごく残酷残忍な形で亡くなった被害者の写真を見せられるとかですね、そんなものはですね、その刑事関係の裁判の専門官たちでやってちょうだいと。そんなものこそで、これは実はまあ罠があってというかですね、最高裁というか日本の司法裁判所も法務省もですね、裁判員制度なんか潰したいんですよ、本音はね。だけどどうしてもやらざるを得ないような立場に追い込まれたんで、それじゃあ国民が最も嫌がる刑事法で刑事事件でやれと言ってここへ持ってきてるわけ。だからこんなものはやめて行政法事件に、裁判員制度を持っていく。行政法事件って何かというとですね、被告が国とかですね、地方自治体にある裁判です。お前たちの政治や行政の仕方が間違ってる、違法だ、憲法違反だと言ってやる裁判がですね、行政法裁判なんです。ここにですね、国民が裁判員として参加できる制度に切り替えると。これ強烈に効きますよ、これこの4番目のこの私が申し上げてるやつは。それでしかも今の裁判員制度というのはですね、地裁でしかやっておりませんが、私はこれをですね、最高裁まで持っていくべきだというふうに思っています。そこまでやるとですね、本当に日本の司法裁判所はですね、ガラッと変わる可能性があると。可能性ですけどね。それが4番。それから5番目、日本の裁判はいわゆる秘密裁判になっている。これも前回言いましたけど、法廷は一番大きいところで150人ぐらいまでしか入れず、立ち席は認めない。こんなんですから。そうするとその裁判を見ることができる人は150人しかいないわけですから、本来であれば日本全国国民1億2000万人が見れなきゃいけない裁判がたった150人しか見れない。これは秘密裁判と言わずして何というのかという話ですよね。なのでテレビカメラを入れてちょうだいと、というのが私の言いたいことなんです。でこれはですね、法律で定めれば入るはずです。憲法にはですね、裁判は公開でやれと書いてありますので、法律で定めればこれは可能です。それからその次は資料の配布とかですね、これ自由にさせていただかないと困りますけど、私しょっちゅう裁判所で喧嘩になっとるんですよ。裁判所の係員といろいろ配るもんですから、妨害ばっかりしとるんですけどね。だからそういうことやめていただきたいというのがですね、5番目ですね。それから6番目は裁判記録の保存の厳格化と、裁判記録保存の厳格化と公開。これ先ほど言ったように公判記録が捨てられて廃棄されちゃってるんですよ。本当信じられないんだけど。なので厳格なる法律と罰則をつけると、そして公開をさせる。反したらですね、非常に厳しい罰をつける。でこれはですね、日本の公文書管理法っていうんですか、あれも同じです。情報公開と公文書管理は表裏一体ですから。で日本の情報公開はダメだっていうのはもうだいぶ前から言われてるんですけど、日本の公文書管理もダメなんです。あれは福田総理の時にようやくできた法律なんですけど、何がダメかというとですね、いろいろなんかマスコミの記事見ると精神論なんか書いてあるんですけど、そんなことじゃないんですよ。
罰則がないっていうのがダメなんです、あの公文書管理法は。だから相当に厳しい罰則をつけるということによってですね、公文書管理法を担保することができると思います。つまり記録とかですね、公文書管理とかいったものはですね、罰則が肝だという、 そこをですね、押さえておいてください。それから判決文即時全面開示の義務化とか言うんですね。これもですね、私も信じられないんですけど、刑事裁判ではですね、判決文って有罪に処すとか言って裁判官が言ったその後ですね、すると退場してですね、それっきりっていうのが多いっていうんですよ。で、判決文示さない、信じられないですよ。で、刑事裁判、東電の刑事裁判はまさにそれで、まあ、東電の時はですね、長渕とかいうドアホの裁判官がですね、一応その判決文の要旨を喋ったんです。何時間か分からないんですけど。だけど海斗弁護士なんかが言うにはですね、それは要約に過ぎないんであって、自分が喋ってですね、都合のいいところだけをピックアップして喋ってる可能性があってですね、あれではダメだと、だから全文を出せって言ってるんですけど、いつまでたっても出なかったんですよ、東電の刑事裁判の時。今もう出てるんじゃないかと思いますけどね。だからそういうことはさせないっていうですね、法律を作んなきゃいけないということです。それが6番です。それから7番目は裁判所の建物を改築してくださいと。これもこの前言いましたね。裁判所行くとですね、裁判官が前の方に並んでいてですね、3人座ってですね、我々、私は傍聴と言わないですけど、我々監視する市民から見ると高いところにいるんですよ。で、まあ、私から言わせるとですね、図が高いお前らはと、私と同じ目線のところまで下がれと。だから裁判所の建物は全部改築してですね、裁判官の座る席をいわゆるその見てる席と同じ水平のところに置くと。私はまあできればですね、その市民が座る席よりももうちょっと下、つまり市民を見上げるような形で裁判をするような仕組みにしたらいいんじゃないかというふうに思ってるぐらいなので、裁判所の建物を改築しろというのが、まあ、これが一つですね。それから法廷を広く大きくする。それからテレビを入れられる場所をきちっと確保する、まあ、映画館みたいになるんですね。そして、プロジェクターとかを用意してプレゼンもできるような仕組みにしてやると。こういうですね、裁判所そのものが建物も変わっていく、それによってですね、裁判所裁判の性格も変わっていくというふうにですね、してやるといいなと思います。それから8番目が裁判官を増員する必要があるということですね。で、まあ、聞くところによると裁判官は一人でですね、数十件、ひどい人は数百件ぐらいの事件を抱えていて、そんだけ事件抱えるとですね、とてもじゃないかできませんから、だから裁判官もですね、今の少なくとも10倍以上、お願わくば50倍ぐらい、たくさん裁判官を要し、ただし、前回言ってますけど、放送一元化ですから、キャリア官僚としての裁判官をたくさん増やせと言ってるのではありませんよ。放送一元化によって任期10年で必ず終わる、基本は弁護士さんの当番制の裁判官をたくさん増やせっていう、そういう意味ですからね。今のキャリア官僚の裁判官なんかいらないんですよ。いらない、そこ誤解のないように、これ極めて重要ですから、この放送一元化というのはですね、先ほど一番最初に大事だと申し上げたように、裁判官が組織の人間としてキャリア官僚として機能する裁判官ではなくて、善良なる法知識者として個人として日本国や国民のために、日本国憲法が謳う基本的人権や平和主義や国民主権を守るために判決を下していく個人としての裁判官というですね、そういう仕組みを作る、その一つが放送一元化なんです。そこが一番のポイントなんです。その上で裁判官を増やすということです。それから人事制度改革ですね、ここを書いてきましたけど、昇格とか転勤なんかもちろん放送一元化ですからなし。だから原発の再稼働は認めませんという判決を出したら家庭裁判所へ追いやられるというようなことはない、起きないという
そういう仕組みになると。そしてかつ任期は全ての裁判官最高裁まで含めて10年で終わり、10年間は必ず辞めさせられることはなく、まあ、段階がありますけど段階以外は辞めさせられることはなくて、安定した地位で、きちっと判決を出してもらうようにして、そして再任はできない、だから再任できないわけですから、なものは次の自分の裁判官としてのステータスなんか望んでみたってないという、そういう状態にしてやるというのがですね、これですね、8番目です。ちょっと岩先生がちょっと心配なっちゃった。それから、9番目、金のかからない裁判、ね、でこれはですね、供託金なんですよ。供託金でこれはですね、例えばですね、損害賠償請求とかやるとですね、供託金がドーッとかかるんですよ、金額が大きいと。で唯一かからないのがですね、株主代表訴訟です。で昔は株主代表訴訟も金額がでかいと供託金がドーッとかかったんですけど、今1000円だったかな、1万円だったかな、なんかそんな程度で金支払ったら終わりなんですね。それでまあ河合博之さんは東電の責任者たちにですね、今確か24兆円ぐらい請求してたみたいな、20兆円近い、損害賠償請求をしてたと思いますが、だけどそれ以外の例えば仮押さえとかですね、そのいろんなその裁判をやるときにですね、その印紙を買ってですね、金を出さなきゃいけないので、そういうのをちょっとやめてちょうだいと。どれだと、ここですね。だから金のかからない裁判にして供託金を廃止するか定額にしていただきたいと、こういうのがそうです。で特に国とか自治体が被告となるものについてはそうしてちょうだいと、まあ、民間の場合はね、そのお互いに言い分があるので、まあ、そこまで言わないにしてもですね、少なくとも国や自治体公的機関が被告であるものについてはそういうふうにしてもらいたいというのが9番です。それから10番目は先ほどちょっと出ましたけど、スラップ訴訟禁止法、これアメリカにはあるんですよね、州によってあるというふうに聞いたんですけど、カリフォルニア州なんか確かあったと思いますが、スラップ訴訟を禁止する法律を作って、訴訟が出た途端に即時門前払いというふうにすると、こういう、それが10番目ですね。でこんなものをですね、その裁判所が追認してるとですね、もう日本の言論界もめちゃくちゃになっちゃうわけですよ。なのでこれはもうぜひやらなきゃいけない。それから10番目が、11番目はですね、再審制度の拡充。でこれも前回ちょっと言いましたけど、日本の裁判所のひどいところはですね、巨悪、悪人の中の悪人は見逃してやるわけですよ。そして善良な人を罪に陥れて起訴して有罪へ持っていくと、この典型が大阪特捜部の検事ですよね、村木敦子さんがね、証拠物件を改造されてってあんなことやってるわけでしょ。でまあ、あれでかなり、まあ、検察が叩かれたから少し冷えとるんですけど、検察も悪いんですけど裁判官も良くないんですよ、見抜けないから、検察を信じ込んでるようなところがある裁判官がたくさんいるんで、なのでどうしてもですね、冤罪が起こる。で問題はですね、この冤罪を晴らすためのですね、再審をですね、これをですね、きちっとルール化しなきゃいけないんですよ。ところが私が弁護士さんから聞いた話によると、その時々の裁判官の気分次第だと。信じられますか、裁判官の気分次第でやってるってわけですよ。何のルールもない、再審を認めるか認めないかは何のルールもなくてですね、だからそういうことでは困るので、やはり再審について正座化をし、きちんと、まあやっていけるような仕組みを作らなきゃいけない。を作ればいいんですからね、作ればいい。で、一方で冤罪を、あるいはおかしな判決を下したことについて事後的に再審査 していけるようなですね、委員会も合わせて作っとけばいいんじゃないかというのがですね、11番目です。
それから12番目、これはですね、裁判官の維持制度、これを改善しなきゃいけない。一応今ですね、訴訟式、変な訴訟式をやった裁判官に対しては、その弁護側、あるいは被告側、両方からですね、裁判官を維持します。まあ、あなたいらないっていうことを申し立てることはできるんですよ。裁判官維持制度ですから。ところが、その異議申し立てに対してですね、その裁判官を引き続きやらせるかやらせないかを誰が決めるかというとですね、そこの裁判所のやつが決めるんですよ。だから最初からダメに決まってるじゃないですか。そう思いませんね。だから裁判官異議制度というものをですね、誰が判断するのかというところをきちっとしなきゃいけないので、この異議申し立てがあった場合にですね、どういうルールで誰が決めていくかというのをですね、これもきちっと決めなきゃいけない。だからこの辺なんかセットになってセットだと思ってもいいぐらいです。法制化していく必要があります。今もうあの裁判所のやりたい方でやってるわけですね。裁判官維持制度なんて、で、あの弁護士さんたちは裁判官維持制度を使うのを嫌がるんです。あの自分の名誉に関わるっていう感じを持ってるみたいで、どうせ言ったってダメだからっていう、そんな感じになってるので、ここを生かしてやる形にしないといけないということです。これあの大した話じゃないことないんですよ。ないんですよ。例えばですね、東京電力の刑事裁判の時に何が問題だったか。東電の刑事裁判で出された証拠を、こっちの賠償民事の裁判でやってる東電の損害賠償訴訟の国の責任追及の ところにも使いたいから使わせてくれと言ったらですね、東電はやめてくれと言いですね、弁護側はそれでも使わせていただきたいと言ったら、裁判官もダメですっていうわけです。そしたら私から言わせると、そんな裁判官は維持すればいいと私は思います。例えばですね、今の例えばの話、なぜですね、公開裁判なのにここの刑事裁判で使った証拠をですね、公開裁判ですからね、秘密裁判じゃないんだから、公開裁判で使った証拠をですね、なぜ今度は民事で使ってる裁判で使えないんですか。おかしいでしょ。だからそういうおかしな運用をするやつがいたらですね、裁判官を維持してですね、やっていけるような仕組みを作らなきゃいけないということなんです。それからさらに裁判官のリコール、これも まさにその書いた文字通り、一応最高裁と高裁までにしておきましたけど、これもですね、制度化しないといけないだろうと。で、最高裁の方はですね、国会による弾劾制度があってですね、それは前回言いました。なので弾劾裁判のですね、その成立をどのようにやっていくかっていうのをですね、ちょっとちゃんと考えてルール化していく必要があるかなというふうに思います。で、この辺がですね、ここに書いてきましたけど、裁判官の弾劾制度の整備って書いてきましたけど、ここら辺がですね、いわゆるあの裁判官の、まあ、今で言うと権力の乱用に対するですね、非常に大きな牽制機能を持つということなので、これまあ全部できるかどうか分かりませんけれど、これもきちっとですね、ルール化していく必要があるというふうに思っています。で、最後、過去の裁判のレビュー制度をきちっと作りですね、これをアーカイブにしていくということも必要じゃないかというふうに思っていて、で、日本の場合はですね、この司法裁判所がやったことについてのですね、アーカイブ的な機能を持った市民団体が一つもないんですよ。これもですね、いかんなと思っていて、どうかですね、その弁護士をリタイアされた先生が、まあ、自ら複数でグループ作ってやっていただけないかなというふうに思います。それが最後の15ですね。で、ここでちょっともう時間がですね、ほとんどないので、一応止めてですね、最後にこの資格の中だけちょっと見ていてください。で、次回は検察のところに行きたいと思いますので、で、これですね、実はあの三権分立っていう言葉があって、司法行政、司法行政国会ですね、立法行政、司法と、これ3つを相互牽制機能させることを三権分立と言っていて、これがまあ日本国憲法の一つのですね、思想なわけですけど、私はですね、時代が複雑になってきているので、三権分立からさらに進んでですね、四権分立に持っていくべきではないかというふうに思っているというので、その資格の中に書いておきました。で、この四権分立の中のこの資格の中というのはですね、行政に対してやっぱり一定のですね、あの独立性を持たなきゃいけない、しかも牽制機能を持たなきゃいけない。で、それはですね、
司法に対しても持たなきゃいけないし、国家に対しても持たなきゃいけないということでですね、こういうここに私が書いたようなところというのはですね、独立性が非常に強く望まれる組織だということです。なのでこの三権分立から四権分立に行くようなですね、こういう組織的展望のようなものがですね、必要なのではないかというふうに思っています。中ちょっと見ていただければ、検察庁、これ次回言いたいと思いますけど、会計検査院、公正取引委員会、食品安全委員会、原子力規制委員会、それから、オンブズマン庁っていうのは今ありませんけど、私は作るべきだと思っていますので、オンブズマン庁から環境保全委員会、審議会任命委員会、審議会っていうのはほら、霞が関の省庁がそれぞれ審議会持ってますよね。あれみんな御用審議会じゃないですかね。役所の代弁させてるだけですから、腐った学者がやってきてですね、へりくつつけてるだけの審議会ですから、あれじゃダメなので、審議会のメンバーを役所にさせない、決めさせない、審議会のメンバーは審議会任命委員会が決める。そしてもっと大事なことはですね、その審議会の事務局は審議会自身が運営すると。例えば NPO、NGO の人が来てもらってやってもらうとか、とにかく役所のその何て言うんですかね、下請けにしない審議会をきちっと作ると。そのための委員会、ここは事務局も担うことになるんですけど、そういうものが必要だと。それからあと情報公開と個人情報の審査会、これをもっと強くしないと、今ものすごく弱いんですよ、ここね。一応あるんですよ、これあるんですけど、すごく弱いということですね。一応今日はこれくらいにしておきたいと思います。皆さんから何か、どうもありがとうございました。